おはようございます。おはようございます。宮下です。筒さんです。実はこの動画の撮影はですね、はい、3回目なんですよね。いきなりバランス、はい、いろいろあって3回目です、はい、何をしようかというと、この PCM は、はい、フィッティングのね、コア中のコアの場所だっていう。そうですね。ですよね。まあ、ラボっていうぐらいなんで、はい、もう研究しまくってる。そうですね。しかもギア寄りのラボですよね。はい、そうですね。っていうことを僕は忘れて、はい、ストさんをいろんなことに連れ回していたということを後悔しながらも、今回フィッティングの話がしたいです。はい。結構怖め。そうですね。視聴者から見ると怖め。そうですね。はい、フィッティングっていう言葉自体そもそも何ぞやっていうところが多分皆さん。はい。あると思うんですけど、宮下さんの中でフィッティングってこうなんかこういうもんだっていうイメージってありますか？僕はゴルフを始めてもう3年なんですけど、はい、フィッティングっていう言葉は良くないと思ってます。はい、ちょっと話していいですか？ここにメモ書いてきたんで先に、はい、これなんで撮るのか言わせてもらっていいですか？はい、僕今年1年間ゴルフする機会が増えそうなんですね。はい、ちょっと立場もいろいろ変わったんで、はい、で多分生活も大きく変わるんですよ。で多分ゴルフ増えるんですよ。はい、でこの1年間今のゴルフクラブのセットでいいんですけど、さらにこういう風なゴルフしたいなと思ってるのがあって、時間も増えるんで、はい、なんで筒さんにそれに合ったクラブだったらこの辺ここちょこちょこってやっとくといいですよってことを見てほしい。うーん、はい、PCM 理由で、はい、っていうので来たんですけど、はい、フィッティングどう思ってるか。1個目、なんかフィッフィッティングって言ってるからこれが正解だみたいなものをお店からドンってやらされる感じが6割。はい、6割。そんな時間ないし、はい、例えばメーカーのフィッティングにもそんな時間ちょっとあるけど、お店なんかないっすよね。うん、球打ってわーっつって飛んだとか横行ったとか言って、これがいい気がする、それがいいんじゃないんですか、これでみたいなフィッティング、僕の中のイメージ。うんうんうん、わかりますよ。なんか適当な言い方ですけど、はいはい、まあ、そのプレイヤーとクラブを、まあ、そうマッチさせてる、そうマッチさせるんだけど作業がフィッティングなんですけど、はいはいはい、まずもってこれってマッチって何がわかんないんですけど、そもそもそこまでマッチいけるところまで行ってないんじゃないの、はいはいはい、ピンさんとかなんかやってるじゃないですか、ね、長さがどうとかこれがこうとか、はいはい、でもこれ打った球見てなんかこうやってやっていって、うん、あと身長とか体重とか見てるから、はいはい、ピンさんの知ってるデータベースでこの辺が合ってますよ、その人体格とかね、うんはい、で体格のマッチ、球のマッチ、はいはい、ってやってるんですけど、この人が納得、こっちは納得してるんですよ、提供側は、はい、こっち納得しないんじゃないのっていう、こっちの納得感が著しくよく分かんないです、はい、何も納得できない、はいはい、この前の話はほっとく、僕はなぜあのアイオンを買ったのか置いておいて、うん、でもう一つは、はい、クラブを選ぶわけじゃないですか。そうですね。クラブメーカーをこの3年間やっていて、はい、すごく感じるのはクラブの変化が激しすぎて、うん、フィッティングって翻弄されないですか、それにっていう気が。あ、はいはいはい、そう、飛び系のアイアンっていうのもあるんですけど、はい、もう言うとそのマーベリックの CM を見たんですよ、はい、で社内で、うん、シムとマーベリック出たね、はい、シダとかやるとか言った話したんですけど、はい、どっちがいいって編集の女の子に聞いたんですよ。私マーベリックだな、お、あそうか、はい、僕はシムかな、マーベリックなんか怖かったって言って、うん、あの CM 見たら、はい、え、なんでですか、どういうことですか、はい、そうそうと言われて、はい、でやっと分かったんですけど、はい、僕がマーベリックを打ったら OB が増えるとしか思わない、はあ、フェースがこうだとして、はい、どこ打っても飛ぶって言ってるじゃないですか、うん、いいっすよ飛んで、はい、こっち打ったらバーンってまっすぐ芯に当たって、別に芯に当たってまっすぐ OB でもいいんですけど、はい、芯に当たらなくても OB になるんでしょう、はいはい、それでスーパードスライスしたりとか、そんなフックはないからスーパードスライスした時にも、はい、芯を外してもドスライスとかも起きんじゃねっていう気持ちとか、知らないですよ、クラブの構造とか打ってもないし、はいはい、だけど、まあ、そういう想像が働いちゃった、はい、ってことですよね。そんなに飛ぶんだったらもう OB しか増えないと思って、僕みたいな下手なゴルファーは買っちゃいけないクラブなのかなすら正直には思った、はい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 、そうじゃないですよといくら言われたとしても飛ぶ、うん、
どこに当たっても飛ぶクラブってそういうクラブじゃないですかって、はいはい、実体験からそう思う。天ぷらしても飛ぶクラブですよ、ちょっといいかもしれない、はい、ダフっても飛ぶクラブですよ、ちょっとよく分かんないけど、はいはい、まあいいかもしれない、でも僕曲がりの方が多いから、はいはい、あっちゃこっちゃ散らばったりとか、はいはい、で起きたりとかで、クラブがこんなに変化していくと、はい、飛び系っていうものと、またこういう二極化もあるけども、うんうん、僕たちはどうしたいのかっていう、ゴルファーがどうしたいのかっていうことも分からないまま、はい、クラブの変化が激しすぎて、どこに行っていいか分からないっていうものに対しても誰も導いてくれていないっていう、そうですね、うん、はい、それは業界の人もそうかもしれないし、メーカーもそうかもしれないし、そんな勝手に答え出してこないでよみたいな迷いすらある、はいはい、でもフィッティングっていう言葉をなんかぴったり合わせますっていう匂いのする言葉だから、余計にこうちょっとあれっていうのが、そう、俺が正解だみたいな、はいはいはい、フィッティング理論とかあるんでしょとか言って、はいはい、怖い、ここまで喋るとフィッティングって言葉が怖くてしょうがなくなってきました、はいはい、まあ、事実、フィッティング、まあ、フィッターさんと呼ばれてる人もそうですし、はい、メーカーさんと呼ばれてる人もそうですし、はい、そもそもこの非常に曖昧なのに、はい、でも言葉だけ流行っちゃったんですよね、はい、で例えば、ピンさんのフィッティングであれば、そのフィッティングを受ける人がピンのクラブが欲しいっていうゴールがこう明確なわけですよ ね、 そ、 うですね、その上でどんなシャフトがいいとか、うん、いろいろあるもあのヘッドの中でどのモデルを選ぼうかっていう、その、フィッティングを受ける人と、提供する方のゴールがこう一致してスタートしてる、一定ね、このケースは、フィッティングとしてすごくこう快適だと思うんですよね。確かに幸せになりやすい、はい、一緒な情報だから、はいはい、最後どうせピンだし、はい、うん、そのゴールがある程度その決まってるというか、うん、そこはいいと思うんですね、メーカーさんのフィッティングの場合、うん、ただお店さんのフィッティングの場合、例えば、量販店でもそうですし、うん、プロショップさんもそうですし、うん、何を目的に、最終的にはそのぴったり合うクラブを、その方に合わせるっていう、まあ、遠いゴールはあるんですけど、何のためにっていうのもありますし、うん、宮下さんがおっしゃってるように、これからゴルフする機会が増えるのか、うん、逆に減る方もいるわけですよね、うん、でもっと上手くなりたいっていう方もいるかもわからないし、うん、スコアじゃなくてもう飛距離だけ伸ばしたいっていうような、あ、まあ、フィッティングを受ける側の、はい、何を目的にそもそも来てるのかっていうところと、はい、あと提供する側の、このフィッティングはこんなことができますっていうのが、うん、一致してない状態でスタートすると、うん、やっぱりやり方がおかしいよねとか、うん、受けた側のが、後からハテナが増えちゃったりとか、うん、クラブが合ってないんじゃないかとかっていう疑心暗鬼なのはもうすごいよくわかります、うんうん、でここの、PCM ラボでやらなきゃいけないこと、はい、研究してることやってることっていうのは、それをまずやる、フィッティングするしない、手段も含めて弾道計測器で飛距離を比べるとか、うん、これ所詮プロセスなんですよね。うーん、何かゴールがあってそのための、手段としてはあってもいいと思うんですけど、うんうん、僕らが考えているのはまずその1個前の段階、うん、例えば宮下さんで言うと、うん、これからゴルフをする機会が増えるとか増えないっていうところを聞いた上で、うん、そもそもクラブに何を求めてるかっていうところ、うん、で、自分で意識して分かってることと、うん、深層心理的に自分では意識してないんですけど、実はクラブにこういうものを求めてるっていう、まあ、2つのものがあると思うんですね、うん、特に、まあ、今回みたいにそのヒアリングをして聞けば分かることは、はい、まあ、分かりますよね、はい、そうじゃなくて実はその、クラブを振った時の自分じゃ全く分かんない、うん、シャフトの好みだったりとか、うんうん、実はですねやっぱりあるので、それをここではプロファイルって呼んでる。シャフトの好みはね、言ってることと実際違いそうですよね、まあ、情報もそうですね、余計な情報頭に入っちゃいますよね。とりあえず飛ぶとか走るとか粘るとかってこう表現方法あるんですけど、いやー、わかんないっすよ。使い手によってまたこの感想も変わっちゃうし、はいはい、飛ぶ飛ばないも、まあ、さっきのマーヴェリックもそうですけど、はい、もうそのどこに当たっても飛ぶっていうのはその、実はまあ曲がらない方向性がいいってことも、まあ、きちんと含まれての話なんですよね、はいはい、だけどやっぱ一部分だけこう切り取って解釈しちゃうと、はいはい、やっぱり宮下さんがこう感じたような思い込みも出てくるんで、出ちゃいますね、はい、部分的にね。それをやっぱり一個一個取り除いて、まずスタートライン、うん、本来フィッティングってその服で言うと、はい、最初自分の体にぴったり合った服
を見つけるための、はい、やっぱその前段階としてです採寸、はい、身長の割に例えば首が太いとか左右の腕の長さが長いですね、はい、みたいなその方のこうプロフィールを、まあ、きちんとまず調べてその上でこれからダイエットして細い服を着たいのかとかいろんなこう方向性あるじゃないですか。あります。しかもこうそれがある程度こう時間軸で変わってくると思うんですよね、はい、急にいやもう週1しかゴルフしたくないっていうことももちろんあるかもしれない。週1もゴルフするの、はいはい、ものすごいやってる人からするとこんなにやるのっていう競技沼の人とかがね、はいはいはい、要するに提供する側の常識と受ける側の方のその数時間って全然違うじゃないですか。違います。それをまず一致させないと最終的にはそのぴったりを目指すんですけど、はい、そもそもまずこう絞り込み検索じゃないですけど、はい、あのどこに向かおうかっていう話をどれだけするか、今はどこでね、そう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 、行きたいかってね、だから宮下さんの中では例えば左右の曲がりが気になるかもわかんないですけど、はい、同じぐらい曲がってても気にならない人もいるかもしれないし、あ、いいっすね、それ大人ですね、はいはい、もっと、大きく左右が、はい、散らばりつつも、はい、でも飛距離だけ伸ばしたいっていう人もいるかもわかんないと思うんですよ。だそれも全部やっぱり引き出した上 で、はい、でしかもあの自分のゴルフの印象って、はい、やっぱり数字とまたちょっと違う要素ってあるんですよね。スコアでもないし、はい、飛距離でもないし、はいはい、みたいなことですよね、はい、だから僕が例えば宮下さんのそのゴルフとかラウンド風景を拝見してて、はい、思うのはその、スイングとショットが安定してないというよりは、はい、ちょっとこの1年ぐらいを拝見してると、はい、いろんなスイングをコースで試したいんだなとか、そういう部分もやっぱり見えてくるわけですよ。その上で実験的にいろんなことを試してるから、はい、ボールが結果的に曲がってるっていう要素も他者からすると感じるわけですよね。だから本人が自覚してるかどうかまた別なわけですよ、はい、そういう、全部取り除いた自分の中の見えないプロファイルを、うん、見つけるのがプロファイルフィッティングの狙い、うん、まあ、ここの PCM ラボのやってることですね。そこは言い方はちょっと悪い言い方になるかもしれないですけど、はい、別にこれが答えだっていう話じゃなくて、あなたこうなんじゃないのみたいなところを見つけましょうってことですよね、はいはい、まあ、血液型とか、はいはい、指紋とか、はい、まあ、その人個人が持ってる他の人とちょっと違う指向性とか、はい、そういうものをまずしっかり見つけて、はい、でそれを知った上で飛ばしたいのか、はい、もっと曲げたくないのか、はい、もうそんなことにも仲良く友達と、並んで喋りながらラウンドするためのクラブを見つけたいのか、はい、っていうのをこうちょっとずつ順番を決めて、うん、こう探っていきましょうと、はい、あ、それはいいことですね、はい、でその先にはもちろん今年使うアイアンセットこうしますとかっていう、はい、最後は出てくると思うんですけど、はいはい、まあ、ここはショップじゃないので、はい、何かクラブをその渡すことありきではもちろんやりたくないですし、かといってプロセスだけを楽しんで結局何も変えないっていうのも違うと思うので、うん、まあ、両方ですよね、うん、結局はそのフィッティングを提供する側の自己満足じゃなくて してもらう側ですよね、うんうん、相談者 の、うん、あの答えをどれだけ出すかっていうのが目的なんで、大事だと思うんですよね。でも難しいと思います、やっぱりやり方。でもそれしないとゴルフ続けられなくなるような気がしてて。そうですね、うん、やっぱりクラブがちょっとでも自分の思った通りの気持ちよさだったり、うん、まあ、結果だったり、うん、デザインとか所有感だったりするだけでもやっぱりちょっとゴルフ場行きたくなりますか、ね、ちょっと変なこと言っていいですか、昨日ちょっとネット見てて、はい、まだ本物見てないか分かんないですけど、はい、620MB ってあるじゃないですか、はいはいはい、かっこいいなって思っちゃったんですけど、ただ見てないから分かんないで、はい、どうせまたちっちゃくて打てないなってなるだろうと思うんですけど、はいはい、あれかっこいいっすよね。僕がそのゴルフを始めた頃の二十何年前とかで、例えばお店さんにシダをするとかシダクラブとかフィッティングとかって言葉なかったんですよ。ああ、そうなんですか。すごい昔になっちゃうんですけどね、はい、まあ、昔話がいいとかじゃなくて、はい、で僕 もう宮下さんが言ってるように、はい、お店でその昔ってこうアイアンの箱が入ってて、全く打てる気のしない3番からこうずらずらずらって 並んでるわけですよ。でそれをこう箱で見てかっこいいな、なんかテレビで見たことあるなみたいな、ちょっとここ丸くなってて丸いのも見たことないなとか思いながら、で打てるかどうかも誰にも聞けないわけで見て妄想して、もうあの清水の舞台から飛び降りるつもりで、もう買って、で、打つしかないわけですよ。買ってからがシダなんで、変な話、はい、っていうのをやってたんですけど、今考えるとあれも楽しかったんですよね。
うん、それもまたゴルフライフですよね。お店に怖いおっちゃんがこうやって腕組みして、お前に会えみたいな、触るのも許されなくてこれどうなんですかとか、そしろねうるせえよみたいな、もう本当そんな世界だったんですよ。それでもいい、だそれの被害者の方もいるので、うん、まあ、今はシダもやっぱり買う前に高いカムンですから一回打って確かめましょうとか、はい、どうせだったらプロの意見を聞いて、どっちがいいか確認しましょうっていうのはすごい進歩だと思うんですよね、うん、あそこからは進んでるってことなんですね、はい、ただ、うん、どちら、まあ、提供する側もそうなんですけど、はい、間違ってほしくないのはフィッティングをする側、クラブをその、提案する側が実際のゴルファーよりも偉いわけじゃないと。それこそ例えばゴルフパートナーっていう名前僕好きなんですけど、やっぱり上とか下とかじゃなくてこう横、ゴルフパートナー、はい、先生じゃないよと、はいはい、一緒にいるそのゴルフ友達としてちょっと知識が、その人よりもあるから一緒に手伝って2人でその合いそうなクラブ、買った方がワクワクできるクラブを見つけますっていうぐらいに本来はフィッティングは感じて、ね、特に提供する側だと思うんですけどね、偉いわけじゃないし、その弾道測定器でその1ヤード2ヤード飛んだことがすごいかどうかじゃなくて、あくまで比較のプロセスなんで、うんうん、はい、なるほどね。で PCM の今こうお話を聞きながら、はい、そのツアーもいろんな人とお会いしてきながら、この人はこういうゴルフライフだな、こういう行きたいんだな、中で提案するっていうものもあると思いますし、はいはい、あとは PCM ならではの、そうですね、はい、一つは、やっぱりクラブそのものの挙動ですね、うん、例えば今の弾道測定器っていうのは、まあ、インパクトした瞬間の、前後、はい、まあ、数センチか数十センチか機械によって違うんですけど、はい、のヘッドの、まあ、わずかな挙動と、あと、まあ、ボールが放たれた、まあ、最初の出だしの数十センチ以降の、うん、ボールを測定して、うん、まあ、どれぐらい打たれた後のボールが飛んだよねっていう計測をしていると、うん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 、それによって逆算的に今の使ってるクラブが合ってるんじゃないかという目安なんですけど、うん、PCM ラボの場合はそもそも、例えば宮下さんだったら宮下さんにあるクラブ、人と道具っていう関係性だけで探してるので、この飛んでる後のボールがどうこうっていうのは、うん、優先順位としては最後のものだと思ってる。まずその前にクラブが自分の、道具として使い心地がいいのかとか、うん、重さとかしなり方とか、うん、人と道具のまず関係性を先に見てると。それはどうやって分かるんですか？それはやっぱり今までもやってますけど、はい、ギアーズを使うこともそうですし、はい、ヒアリングもそうですし、はい、試打してる最中の仕草とか、今まで使ってるクラブの指向性とか、っていうのも、まあ、総合的に見ながら、はいはい、なるほどね。だからちょっとフィッティングをスタートするもう一個前の段階をラボは見てるので、うんうん、言い方悪いですよ、じゃあ別に変な言い方しますよ、はい、出玉そんな重要じゃないっていう言い方でもいいですか？まあ重要じゃないって言っても10段階10個あると言ったら1もない、はい、量というよりは、はい、優先順位の1番目に持ってくる話じゃないと思うんですよ。ああなるほどね、はい、例えばプロゴルファーであればもう自分のやろうとしてるスイング、うん、体作り、うん、練習量、うん、使うクラブのカテゴリー、出さなきゃいけないスコア、もう大体のことがもう決まっちゃってるじゃないですか、うん、はい、その上でそれを出すためにはこれぐらいの弾道を打たなきゃいけないっていうのが、はい、もう絞り込めてる人、はい、この人はやっぱり弾道測定器は大事だと思うんですよ。確かに、はい、同じですもんね、まあ、280飛ばさなきゃいけない人が260じゃその方は困るわけですよね、20足りないって話になるんですけど、フィッティングのその受けてる多くの方ってもっとその自分が使っててゴルフが楽しくなる、うん、楽しくなってもちろんいいショットが出るもそうだし、うん、またラウンドに行きたくなるにな多様化してますけど、道具を探してるんでショットがどうかっていうのはもっと後だと思うんですよね、うん、だそういう点で言うと10段階で1か2あるのかな。その人のスイングとクラブの関係をまずは解き明かそうっていう話を言って、その後にいいショットがどのぐらい出るのかとか、うん、それがスコアにつながるのかって、ちょっと順番的に最初に弾道測定でスピン量がいくつだっていう話じゃないと思うんですよね。なるほどね。ギアズだとそれはさらに分かりやすくなってことですね。あ、なるほどな。クラブの挙動をアドレスからフィニッシュまでこう全部取れるので、うん、はい、結果として、人が動かしてるクラブっていうことと、はい、クラブスペックから受けてる、まあ、人間の動き、はい、まあ、両方の関係性を見れるので、はいはい、
なるほど、まずそこですよね。まあ、目で見れないことも多いですからね。多いですね。わかりました。まあ、今回こういう動画を作っていくときに、はい、そのフィッティングでよくあるキーワードについても教えてもらいながら、はいはい、ちょっと今回そのじゃあ僕ってどうなんですかっていう話を聞いたりとか、はいはい、まあ、最終的にはどういうクラブを選んだ方がいいですって話に行き着けばいいですけど、最後はそうなるといいですね。ただ僕もわからない言葉がいくつかあるので、はい、ここに来るきっかけになったバランスっていう言葉はもう、いや、いいんですけど、バランスって何っていう言葉とから知りたいですもんだって、はいはい、うん、あとあのね、あのふわっとした言葉になりますけど、はい、オーバースペックっていう言葉も、あ、それフィッティングにの言葉に聞こえないんですよね。はい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 、なんとなく直感的にですけど、はいはい、あと難しいクラブ、優しいクラブっていう言葉の中で、その優しいクラブっていう言葉って、いや、優しいクラブ、まあ、コマーシャルとかこうゴルフ雑誌に書いてあるものですよね。難しいクラブはちょっとわかるけど、合わせてきゃなんとかなるんじゃないっていう、この前借りたってパター超難しかったけど、なんとかできるようになったし、はいはい、1回ラウンドしたら、はい、こういうパターだなってわかるようになれば使えるじゃないですか。使いたては難しいだけど、うん、だんだんこう馴染んで合ってきたら、こう動かせって分かってくるじゃないですか、はいはいはい、だから究極難しい優しいクラブって何っていうことすら聞きたくて、それで外観合わせながらそのキーワード聞きながら、はい、あ、クラブってこう選ばれてくんだってことは知りたいんで、ちょっとだけ、まあ、やっぱりそのいっぱいある中のお絞り込み検索の方ですよね、はい、こっちの勉強もしたいんで、はいはい、分かりました。そうなので、まあ、それ知っとくとフィッティングを受けるときに便利だよ、はい、便利便利だと思う、はい、皆さんもそう思う、はい、まあ、ゴルフ用語ちょっとややこしい言葉いっぱいありますからね、うん、無意識にこう提供する側が、まあ、我々も悪いんですけど、立場によって言葉の意味が違う気がしてるんですよ。わかります。それじゃあちょっと一個ずつやっていきましょう、はい、じゃあ皆さんちょっとね、お勉強の会がちょっと続きますので、それでいきましょう、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。